よしこです。今日はですね、200個目のクラーケンが取れたということで、まあ、そのクラーケンを取ったね、プリマス、200個目のクラーケンを取ったプリマスの動画をお送りしようかなと思っております。まあ、初手ちょっと真ん中脇で移動が長かったので、まあ、途中からちょっと早送りをしてね、お送りしようかなと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、右の方ね、戦艦と駆逐艦2隻いたんで、そっちの援護に行こうかなと思っております。まあ、2隻もいればね、メモ取ってもらえるかなと思って移動してるんですけども、まあ、戦艦はね、いるのはミズーリということで、まあ、レーダーに期待して。ちょっとね、途中からあれ駆逐艦の動きが1隻おかしいなっていうことで見てたんですけども、前に行かないんだなーって、でもう一人は外周行っちゃうと、どうしようかなーと思って、まあ、駆逐艦がね C に多分入ってるんで、なんとか奇襲かけれないかなーと思ってたんですよね。あの味方の湖のレーダーがいいところで出てくれたらワンチャン、まあ、倒せるんじゃないかと思ってたら、レーダーをねここで湖が使ってしまったと。自分がまだ撃てる位置に到着してなかったので、いやこれは早く移動したいってことで、まあ、撃ちたいですよね、やっぱりレーダー中にね。撃てんかなーってことで、あ、魚雷流れてきたーと。レーダーとどんくらい残ってんだろうって思いながらね、撃ってました。あー、ちょっと焦点外して、でもう一隻ね、駆逐が見えたんで、こっちが2隻と。まあ、煙幕内に隠れたっぽいんで、まあ、魚雷を流してね、まあ、当たらないとは思うんですけども、まあ、味方のね、駆逐艦に魚雷はほとんど吸われちゃったんですけど、まあ前にいるからね、まあ、しょうがないかなと思ったんだけど。見えてる敵から撃っていくと、でこっち側ちょっとね、敵の戦艦も多くてどうしようかなと思ってました。で新見の位置関係からしてこっちにもう一回魚雷流れてくる可能性があったんでね、ソナーを一応炊きました。はい、で追善が突っ込んできて、これはまずいと。このまま引き打ちに持ってってもよかったんですけど、あ、自分としてはねここにとどまろうと思いました。はい、まだあの追電がね、味方の戦艦湖の方に意識がすごい行ってたんで、どうなるかと。でここでちょっとやべえと思ったら、あの追電の後ろの戦艦が出てきちゃったんでね、煙幕使ってみたんですけども、やっぱりソナーをね、ついにソナー使ってますよねっていう話で、とにかくついでをなんとかしないといけない。はい、プリマスね、あの過貫通するんでね、結構ね、なんとか倒せるんじゃないかと思ってました。ですね、であとはね、遠くのあれはフラットルかな、と、はい、ついでの魚雷はねソナー使ってたんで見えてますと。これじゃもう撃てんということで、移動開始しようかなと思ってます。はい、一応ちょっとね、あのもう一隻いる戦艦が怖かったんで、前は見えましたとね。駆逐艦はね、新見の方はね、いつの間にか沈んでたんで、まあ、魚雷が当たったんでしょうということで、はい、フレッチャーが突然前に現れました。フランドルは撃てんなということで、
大丈夫かなと。フランドル足が速いんでね、はい、一応カゲロウがね向かってたんですけど、もう自分の中でこのカゲロウあんまり信用してなかったんで、念のためですよね、本当念のために占領してくれと。そのままなんか抜けてっちゃうとかありえるかなとかってなんか勝手に思ってました、占領しないでね。アイオワがちょっと打てそうだったんで、打ってるけどまあまあ無理だなと。まあ、とりあえず自分も占領しようと、まあ言ってます。こっからしばらくね、ちょっと打つ機会があんまなかったんですけど、ここも早送りしちゃおうかな。はい、ってことでね、ちょっと早送り占領はね一応できましたと。占領アシスト、アイオがね前進してきてるようで前進してきてない、斜めに移動して、まあ、そのままちょっと逆サイの方に行っちゃうなってことで追いかけようと、まあ、フランドラも味方が倒してくれてたんでね。どれ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 、まだ打てんなぁと。でこっからですよね、味方の戦艦がねアイオワとやり合ってくれてるんで、今のうち全力射撃しようと。魚雷は無理だなということで回ってきましたね。で主砲はこっち向いてるんですよね。はい、バイタルね持ってかれる可能性があるんですけども、まあ、大丈夫と。ここからまた全力射撃ね、もう砲がこっち向いてないので、あラッキーと。でこっからもう前の方にね戦艦が見えてるんで、それを撃とうと。武蔵とねコンステですね、あれねコンステレーションだけか、これはいけるぞと。ここで大口径獲得で、コンステがねバックし始めたんで、ちょっと打てなくなる可能性もあるなと思って、ダメージをねなるべく与えたくてコンステも打ってます。あやっぱ撃てなくなったなってことで言えてるね、武蔵を。ここで凶暴者と、はい、もう一回見えました、前進してきてくれた。であれはね何を撃ったんだろう、俺を撃ったのかなと思って、めくらでね移動してちょっと回避して、もしも時はあるんで、武蔵がもうビリなんで武蔵を撃つと。でコンステもねビリになったので、あとも全力で撃とうかなと思っております。まあ、味方もバンバン撃ってるんで、まあ、運がね良ければクラケ取れるかなぐらいで、オッケーということでここで試合終了。まあ、こんな感じで、記念すべきクラーケン200個目、取れました。もうちょっとね立ち回りうまくしたらダメージも伸ばせたかなとは思うんですけども、まあ十分かなと自分では思っております。はい、っていうところで、まあ、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。